行きましたね。いやー、本当にトナカイさんご健在で何よりです。なんや、恐ろしい時代になりましたな。うんうん、全くです。昼日中上空をドローンミサイルが飛ぶことが日常的になるなんてね。いや、だからね、もう私らうかうか飛んでもられへんのですよ。うん、確かに命がけですね。でもまあ、なんとか生き抜きましょう。ほんまやね。うん。そういえば以前から時間経過の体感について話してるでしょ。したね。その後なんか見えたん？ちょっとひらめいたんですが。なんやろ。うん。遠くまで移動するようになった。ほう。その心は？子供の時、なぜあんなにも時間が永遠に感じられたのか。例えば我々、制限時間の概念を持ってるでしょ。うん。それがあの頃との違いじゃないかって。何時までにこれこれ済ませなきゃいけない、何日までにこれを、と常に制限時間に追われて生きている。確かにそうやね。うん。いや、私ね、結局は知るちゅうことちゃうかな思うのよ。うん。知ってしまうんですよね。初めて向かう場所まで行きは遠いのに帰りは近い、あの原理というか心理というか、なんちゅうか物悲しいですな。無知だったあの頃に戻りたいもんですな。うんうん。ということはインターネットなんて物悲しさの最たるものじゃないですか。知的欲求をわずか数秒で満たしてくれる世界。これはこれからの子供たちは知るのに時間を要さない、つまりあっという間に大人になってしまうということになります。辛いな。街中こましゃくれたガキがあふれかえるやんか。まったくです。はい、終わりました。素敵ですよ。お君、いくら？今日は30ドルで。あれ、去年増税で35なってへんかったっけ。安なってるやん。一人で儲かっても一人で買っても仕方ないんです。みんなが幸せじゃなきゃつまらないじゃないですか。ええこと言うな、ほんまに。ネオリベネオリベ言いますけどね、もう備えに豊かにならんでええんや。十分豊かやっちゅうねんな、ほんまに。行き過ぎた成長の先に何があんねんちゅう話でさ。うん。ま、ほな、うん、甘えて、うん、ほな、うん、良いお年をになるんかな。うんうんうん、ほなね。うんうん、ありがとうございます。良いお年を。メリークリスマス。クリスマスは忙しい。もうやだ。おやおや、ぜっちゃんどうしたの。別に。また喧嘩かい。姉さんも血の気が多い人だからね。お母さん、ゼルダに学校行けってうるさいんだもん。おじさん、なんとか言ってよ。俺は旗から言える身分じゃないからね。親の苦労なんて他人にはわからないからさ。ただ俺が親なら学校なんか行かなくていいって言うけど。でしょ。責任がないからね。おじなんだから少しは責任感持ってよ。まったくだ。ねえ、なんでさ、女は髪伸ばさなきゃなんないの。なんでさ、スカートって決まってんの。校則の話かい。もともとは西洋のフォーマルの様式に習ってるんだろうけど、従順な人間や統率しやすい人間を量産するためさ。そうなの。あとはジジイたちのフェティッシュだな。何？いや、なんでもない。でもゼッちゃん、坊主に虎柄の反り込みってそりゃさすがにやりすぎじゃないかい。女の子らしく髪は伸ばさないのかい。せっかく美人なのにさ。おじさん、美人とかルッキズム的だよ。やばいよその発言。ごめん、つい。おじさんはさ、どうして狼になっちゃったの。そりゃ作者に聞いてくれよ。作者？今俺や君のセリフを書いている人さ。え、どういうこと。どういうことだし、そんなこと言っちゃっていいの。ダメだ、消されちゃうよおじさん。うん。ところでぜっちゃん、お昼はジャパニーズチャイニーズでも撮ろうか。ジャパニーズチャイニーズ大好き。素晴らしい。あいよ、創業60年、中華太平洋でございます。ああ、すみません、
バーバーウルフボーイの狼です。いつもどうもお世話になっておりやす。出前なんですが。はいよ。まず天津、はい、天津飯、あ、いえ天津麺の方ですね。天津麺ね。はいよ。ほいからと、チャー、はい、チャーシュー麺大盛り、あ、いや、チャーハンですね。チャーハン普通盛りで。なんでいっちゃうんか。はいよ、普通ね。ほいから、あと、あと餃子2人前、餃子2人前、気持ち、はい、キムチね、じゃなくて、あの、気持ちニンニク多めでお願いします。はいはい、それじゃ毎度。あ、ちなみに餃子おいくらでしたっけ。800円でさ。高いな。へい、高菜チャーハン。違います。高いなって言っただけで。じゃあもう高菜チャーハンもください。へい、高菜チャーハン、毎度どうも。あとレバニラ、ホイコーロー、麻婆豆腐、カニ玉、以上お願いします。せっかちな人だな。いらっしゃいませ。おじさん、この人ないよ。首が。ちょっとおじさん、なんか言いなよ。分かってるよ。どうしよう。こさえてくれって首。ゼルダ、君分かるのか。うん。よし、じゃあ戸棚に特製の樹脂と玉眼とペンキが入ってるから持ってきてくれ。オッケー。それから店中の毛髪を集めてくれないか。オッケー。さあ、終わりました。いかがでしょう。ありがとうございました。これで先生に戻ることができます。兵隊さんでしたか。はい、自分は狙撃されてしまいまして、では国を守るために頑張ってまいります。どうかご無事で。メリークリスマス。あの人また首なくなっちゃうよ。そうだね、ゼルダ。私は戦争に加担しているのかな。いや、それは考えすぎだと思うけど。いらっしゃいませ。よいしょ。いらっしゃいませ。今日はどういったニュアンスで。実はね、私猫サーカス団を持っておりましてね。団長さんですか。ええ、でね、毎日猫たちに稽古をつけるんですが、ところが水曜日の朝、猫たちが起きてこないのよ。ほう。しばらくしてリーダー格の猫が私のところにやってきまして、ストライキだと言うんです。知らぬ間に労働組合をこさえていたのですよ。労組、ユニオンですか。で、クリスマスの今日、初の会談を行うのです。さだめし、賃金アップを訴えてくるでしょう。こっちだって懐事情が深刻なんだ。それに使えない猫まで助ける義理はありませんからね。ええ。ですから強そうな感じでお願いしますわ。かしこまりました。しかし十分お顔がお強そうでいらっしゃるので。何か。いえ、あの、おばさん。おばさんとは失礼な。さっきから見てたんですけど、懐事情が厳しいならその宝石の数々は何ですか。ゼルダ、やめなさい。なんでよ、絶対この人ピンハネしてるよ。ま、このぶしつけな小娘はどうなった。あなたの親戚。あら、あなた、いいイガグリ頭ね。私もそれにして。ちょっとやだ、真似しないでよ。まいったな。ま、猫たち、ここまで来たのね。なんと言ってるんですか。猫に権利と、それに伴う賃金アップをと。キャッツライト、素晴らしい。キャー、あ、猫かわいい。猫のデモ隊だ。すごいすごい、頑張れ。すごいぞ。すごいぞ。担ぎ上げろ。殺しなさい。行く。猫たち、頑張れ。何するの。すごいぞ。殺しなさい。猫が担ぎ上げた。猫たちに幸あれ。バイバイ。メリークリスマス。
ねえ、おじさんの店ってさ、毎日こんな感じなの？そんなことないよ。クリスマスだからかな。楽しいね。ぜっちゃんさ、学校行きたくなかったらいつでもここに来ていいよ。ほんと？やった、さすが私のおじさん。ニンニク好きかい？大好き。さすが自慢のめいっ子だ、素晴らしい。あいよおじさん、そろそろ来るかな？え？あ、中華の？あいよ、あいよ、あいよ、違う、あいよ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 、お待ち、あいよ、あいよ、ぜっちゃんうまいな、あいよ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 。ベルエポックな街、ギャリ。誰もが魔法にかけられたかのようにこの街の虜になる。そしてここにも一人、解けない魔法を背負って生きる一匹狼がいる。ここは7番街、77番通り。隅っこに立つビルジングの77階。創業77年、バーバー狼少年には今日も珍奇な客足が途絶えない。